琴音恵子さんです。はい、こんにちは。よろしくお願いします。お久しぶりでございます。本当にね、もう本当にもうお久しぶりですっていうのが我々歌手同士の、そうですね、イベントで一緒になるっていうことも本当になかなかなかったんで、はい、でも11月ですか、はい、あそこシアター朝日でそうなんですご出演ということで。そうなんです、うん、どういう内容のイベントなんでしょうか。はい、ま9名ほど女性の方ばっかりで、うん、はい、まあ、最初にちょっとご挨拶を皆さんそれぞれの2曲ほどしてから、あとはまた自分の時間を持って15分ほどお一人ずつ歌っていくという、うんうんうん、そういう構成になっております。はい、シアターぜひ、11月の21日です。21日、はい、はい、日曜日、日曜日ですね、はい、です。通天閣のところですので、ね、そう、通天閣のとこね、はい、朝日劇場のとこね、シアター朝日ね、はい、シアター朝日です。はい、女性ばっかり9名っていうのがすごいですね。すごいですね。華やかでしょうね。ねえ、ね、はい、負けないように頑張りたいと思います。ぜひお運びください。はい、よろしくお願いいたします。さあ、今日は何を歌ってくださいますか。はい、今日は、戦国時代の武将の、うん、三好長慶という歌を歌わせていただきたいと思います。はい、はい、それでは琴音恵子さんでございます。はい、どうぞ。はい、よろしくお願いします。